年1年 D1 の裏情報を伝えてきたあの2人が生観戦にやってきてるという。さあいよいよ始まりました 2007D1 グランプリシリーズ。今回副音声の MC を担当させていただく D1 初心者の千冬です。よろしくお願いします。そしてコメンテーターとしてご一緒させていただくのは坂東雅さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この2人最初はどうなることかと思ったが、今や D1 ラジオの人気は主音声をしのぐ勢い。今回最終戦を迎え、この2人がなんと待望の動画で登場。なんでも D1 ラジオと同じく普段見られないところをリポートするとかしないとか。それでは張り切ってまいりましょう。マサチフユー、どうぞ。皆さん、わかりますか。はい、今日はですね、なんと普段ビデオオプションでは見られない D1 の裏側を取材したいと思います。いくらね、D1 に、ね、何回もいらっしゃってるマサさんでも多分知らないことがいっぱいあると思うんですよ。そうですね、なおかつ千冬さんは、ね、いつも副音声だと思うんで、そうなんです、こう表に出られるということでね、はい、ちょっとはしゃいじゃいました。セクシーショット満載でございます。マサ&千冬の裏リポート、 D1 秘密の花園一挙公開。まず2人がやってきたのは、すごい勢いでマシンが突っ込んでくるポイント。こんなデンジャラスゾーンにいる人といえば、あー、やっぱりこのおじさん。まず知らないと思うんで僕が紹介したいと思います。はい、お願いします。ビデオオプションの有名なカメラマン、おザクです。おなんだなんだ、うるさい。皆さん覚えてますか、第2戦の川端選手の大クラッシュ。ここだったんですね、現場は。 D1 史上最大のクラッシュ現場、やはりいました、ザク。第5のウイングがかすってます。まるでこの2台ザクに引き寄せられたかのような動きをしてます。じゃあ死にかけたってことですか。ザクも死にかけました。なのにまたここにいるんですね。ザクは危険な場所が大好きなんです。あ、そうなんですか。コースの横って相当うるさいんですね。うるさいですし、はい、すごいここは危険です。そうですよね、まあ、僕もですね、新入番長決定戦というのをやってまして、はい、ここの上でですね審査をしたことありますし、ここよりか早いオートポリスですと、はい、さらに危険でした。でもまあ死なずに帰ってこれたってことだから。いやでも一番死にそうなのは相当の額のね保険に入ってるんでしょうね。千冬さん、はい、見てください。まあある意味ザク専用ってことですね。そういうことですよね。それではですね、ザクさんがいるところに行きたいと思いますよ。あ、私オフィシャルスタッフではないんでここで帰らせていただきます。いや私も行くんですか。はい、本当に危ないです。もしかしたら、ああ、何？あのね、一番危険なのは、はい、ここで目が合った選手、確実に来ます。ザクポジションで観戦する2人、千冬さん、感想は？危ないよ。もっとゆっくり走んないと危ないよ。ビデオもいいんですけれども、こうやって生で観戦するのもいいですよね、これね。何でも生が一番です。ということです。このコーナーの最初で使われてたこのカット、一体どうやって撮影してるんでしょ？教えてマサチフユー。これ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 。あー、これ。クレーン。クレーン、はい。すごいですね。これで？これでうちのヘアピンをですね、撮ってるんですよ。すごいですね、これ3人がかりで。本当だ。本当にすごいです。ですね、今僕ジャンパー着てるのにあの人 T シャツです。そうだ、相当暑いんですね。それではですね、千冬さん、はい、あれを体験してみましょう。はい、頑張ります。こうやって撮影してるんだね。あれあれあれ、まさかカメラで千冬がくれん。あ、嫁入り前の娘が大丈夫なの。紹介したいと思います。はい、ザクの悪友、あら、檜垣さんです。檜垣さん、よろしくお願いします。広島生まれの江戸っ子、はい、江戸っ子、はい、意味がわからない。 V-HOP と撮ってほぼ20年、ザクのカメラの師匠なので。このカメラはどういう感じでいじるんですか。これはね、リモートコントロール。リモートコントロール、うん、今フォーカス、はいはい、でこれがカメラの上下、はい、でこれでパンっていうか、よく触れます。すごい。
このリモートに合わせてカメラが動くって仕組み。カメラマンはモニターを見ながらズームしたりピントを合わせたりするのだ。砂利とか砂煙とか撒いたらイラつきますよ。そうですね。そういうドライバーね。蹴飛ばしてますね。この野郎って後で。ね、はい、そういう風になりますよね。はいはい、いやいや皆さんね、ここには砂を飛ばさないでください。飛ばすときにはザクに。車ごとザクに飛ばしてください。B1 グランプリはですね、いろいろな方々の力でこう成り立ってるんですよ、はい、そうですね。やっぱりカメラワークが良くないとビデオ映像も良くないんじゃないですか。そうですよね。でなおかつこの力仕事、これはですね見てる皆さんには分かんないと思うんですけども、この人たちがいないと成り立たないんですよね、はい、成り立たないわけなんですよね。ということでですね、はい、終わりたいと思います。いやいや、ちょっと待ってください。マサさん、前ドイツにサッカー留学してましたよね。体力にかなり自信があるということで、じゃあ今度はマサさんにチャレンジしていただきたいと思います。いきましょういきましょう。今年で31歳、サッカー選手を夢見てドイツ留学してからおよそ11年。頭で考える動きに体が全くついてこない。親父になったことをかみしめながらクレーン体験後、気になることをプロに質問。たまにこうもう一回ぐらいちょっと疲れちゃったからっていうのは今までないですか。すごいですよね。これ富士しか使わないんですけど、このクレーンはここにですね、みんな菓子折りだったりとか飲み物だったりとか現金だったりとかぜひ持ってきてください。でも逆に今度ですね、予選落ちした D1 選手、体力に自信がある方、ぜひこれをチャレンジしてもらいたいですね。そうすれば苦労分かりますよね。罰ゲームでやってもらうと。そうですね。今村君見てるかな。君結構自信あるって言ってたじゃないか。これ頼むよ。乾燥と追走の間にあるピットウォークの時間、パドックではファンが選手との触れ合いを楽しむ。その頃あの二人はスタッフルーム覗けちゃうんですか。そうですね、まあ、僕もしょっちゅう行ってるんですけど。あ、そうなんですか。はい、マサさん、はい、これは何ですか。知らないんですか。はい、アイアンマンです。いやいや、アイアンマンですって言われてもなぜここにいるんですか。てかふざけてますよね。本来ならば競技会審査委員会室関係者以外の方は立ち入りご遠慮願いますって書いてあるのに、まあそれがね、これあえてねビデオプションだと、あ、ここが俺の部屋だって分かるようになってます。分かるんです。大体だってここ何分かんないじゃないですか。オフィス C202 って書いてあるんですから。本邦初公開 V オプタスタッフルームにカメラが入る。皆さんご飯食べてるんですね。僕らもちょうどお腹が空いた時なんですけども、はい、あれザクさん、お疲れ様です。我々の唯一の楽しみ食事、これ、はい、ちなみに休み時間ってあるんですか。もう唯一この食事時間だけ、うん、弁当見たくないおかずのなさ。せめてこういうも飲んでも見ないと食えない。だけどね、これもちょっと食えないんだよね。おかずじゃないですか。あれなんかたくあん取ってもまだ花びらが、この花びらは取れないですか。取れないんだよ、これほら火で炙ったらあの見えるとかそういうやつじゃないですか。昔こういうのバターつけてこうやってやるとつけて見えたの。バターそれだいぶ昔じゃないですか。そんなバターあるんですか。あったありますか。でもこのおかずじゃ足りないってことですよね。足んない。ほらこれ見て、あ、ここ下草もしくによしなし。あれなんもねえや。ここ女の人は誰も入んないんですか。いないです。あ、本当ですね。いないですか。だからこんな臭い。でもちなみにさっきウェルカムなんだけどね。あ、ウェルカム。じゃあ次から D サインとかと同じ部屋にしちゃってもいいんですよね、うん、そしたら 生でこうたくあんとか取っちゃって、ね、ここに乗せて、こんなとこにたくあんとか失礼しました。いい加減ですよ。エロ入道は置いといて、お次はカメラ。機材だけはですね、おちゃんとね、このままでいいのかどうかっていうの僕も不安なんですけども、カメラお茶お茶カメラみたいな感じになってますけど ね、 そうですね。これを大事にしてるっていうのはね、やはりその辺がカメラマン的にはねしっかりしてますよね、はい、ちゃんと枠があってその中に入れるっていうところがね。そうですね。ザクさんはですね、はい、最近ですね、カメラを置いて自分が逃げちゃうっていう、昔はですねそんなことなかったんですけど出たね。ちゃんとこうやってどっかしょって動かしてから自分が。それでは証拠 VTR をどうぞ。デンジャラスカメラマンと言われるだけあって、ザクポジションに突っ込む車は後を絶たず。しかしこのおじさん、我先に逃げてカメラを守ろうという姿勢が全く見られません。やはりザクさん置いてってますよね。そうですね、逃げ足は速そうですね。はい、国体選手ですから見えても。あ、そうなんですか。そうですよ。これはおザクさんの帽子ですか。そうこれね、秋田のね、仙北ってどうでやった。あ、本当だ。今年の国体の場所なのよ。あ、そうなんですか。すごい騒いでダメ。そうそう、その話は触れちゃダメです、ね、ジャムがヨーロッパ
ヨーロッパですね。いやすごいですよね。これタイヤカスかなんかですか。あそこにいるとすごいんだよ。煙とともにタイヤカス飛んできて。すごい煙と聞いてチフユはあの法則を思い出した。あちょっとだけですね。意外と大丈夫かもしれないです。何がですか。ゲイ鼻ですよ。ゲイ鼻。鼻毛チェックしてるんですか。はい、よくねこうやって教えるとこんなでっかい塊出てくる時があるんだよ。ダンロップとか書いてある。そうそうそう、ね、食ってみると分かるんだよ。ド変態ですね本当に。お二人さん、 D サインの控え室にも行ったんだって。これ楽しみだ。声が聞こえますね。はい、何の話してます。喘ぎ声は聞こえないですよ。中ではお昼ご飯を終えた D サインが仲良く談笑中。匂い嗅いだでしょ。最低。いや リアルに汚い。いろんなものが。やはり理想と現実は全く別物なのか。期待とは裏腹に散らかった室内。そんな中マサがテーブルを物色する。何これ。これはあのファンの方たちに売ってるんですか。あ違います。 D1 のファンの方で DVD を買ってくださった方にサービスとしてつけるために毎回撮って。そんなこまめなこともやってるんですか。そうなんですよ。じゃあ次回は副音声でちふゆさんのパンストをぜひ3名の方。いらねえよ。これトラメガです私たち。このおじさんは誰。誰。おじさんじゃないですよ。あパパ延長交際してもらってるんじゃないですか。その後もマサの色物検定は続く。そんな中この二人はあることを思いついた。Dサインの荷物チェックコーナー。勝手にコーナー作っちゃいましたけど。作っちゃいましたね。まずは年の子ということで長女ヒロミから。いやギャルの荷物ってだけで興奮しちゃいますね。マサチフよガツガツ言っちゃってください。まずツッコミどころこの写真ですよね。これねまた出たよ。ほらほらね言ったでしょ。ほらねこれほらね。なんかこれみんなだからみんな見てるから。次々と物色していくうちチフユの目があるもので止まった。まずはすごい写真を発見しました。何見てください。こちらごめんなさい。ごめんなさい。どうりでこの前新宿のあそこのお店でそのコスチュームが売ってると思ったら、お宝映像。角度番長。角度番長。DVD みんなも買ってね。なんかうまいごまかしがありましたけどね。あ、これは何？じゃチフさんどんどん開けちゃってるんですけど、俺ねドキドキしちゃってるんですけど大丈夫ですかね？これ出た。何ですかこれ？ちょっとこれかぶってみて。じゃあもう最後までとりあえず収録が終わるまでかぶっててください。続いては次女ユリア。何かドキドキするようなもの出てこないんですか。頼みますよお二人さん。これは？いや！まさにおめでとうございますこれ。何？これどうやって使うんですかこれ？これあれですよ。おお。インナーですか？どっちもパンツだと思った。それね、どっちもパンツ。いつ着の？いつ着の？寝る時。今触りましたさっき。じゃあこれ読者の皆さんにプレゼントいたします。匂い付きね。まあ思ったよりか中身はあんまり入ってないです、ね。このねサングラスはわかるんですよね。だけどこの中にね。これなんですかね。どうやって。こんにちは。こんにちは。こんにちは。景色変わりますよね。どう考えてもスーツケースじゃないじゃん。いや違う。違う。スーツケース。っていうか私服な私服なくね。あ私服。あ、これで。あ、そのままですかの。それで来た。どこからどう見てもお菓子の紙袋。ここにもドキドキするものないっすか。いいですけど、もうこういう謎の小袋って気になります。じゃあ、どんどん開けちゃうところがね、もう本当ね、すごいドキドキでたまらないね。なんか本当に出ちゃう。あ、これ触っちゃいけないね、これね。何これ。数珠。昔取り憑かれて、取り憑かれた。本当に違う、本当に。何海外に行った時に、何に取り憑かれたの？男の人に取り憑かれて、で、いや本当に言ってたもんね。言った言った。でそれなって、治んなかったの？こういう人のとこに行って、だから。パンっていうか、何パンって。まあ、な SM？ とにかく。もうなんか。良かったのは最初の匂いだけでしたね。次のリポートはベスト8の後です。